ツイッターで少し賑わせてしまいました。本当すいません。はい、ということで、バティスタ TV のバティと、はい、カメラマンです。よろしくお願いします。急に動画撮るよって言ったから、ちょっと不機嫌なカメラマンですけれども本当に今日緊急で回しております。一回行ってみたかったんだけど、まさかこんな形でやるとは思ってなかったです。緊急で動画を回しておりまして、マリノス戦と栃木戦の動画はまたこの後上がるんで、順番入れ替わっちゃうんですけど、はい、上がるのを楽しみにしててください。ちょっと本当に謝らなきゃいけないこともあるんで、何があったか軽く説明しますと、ホーム最終戦のですね、チケットがなんとアウェイエリア8000円まで跳ね上がったということで、それについてちょっといろいろツイッターの方でつぶやいたらね、ちょっと間違った表現もありましたので、ちょっと訂正させていただきたいなと。まあ仮にでもちょっとね、僕YouTube にこうやって動画を上げさせていただいている身なので、ちょっとこちらの方でちゃんと謝るところは謝るで、説明し直すところは説明し直そうと思います。まずは本当にご迷惑をおかけしてしまったことを申し訳ございません。まずですね、ことの発端は、今日撮影しているのが10月31日なんですけれども、ホーム最終戦コンサドーレ札幌と、浦和レッズの試合のチケット、もうこれがねほぼ速完だったんですよ。もう早い段階で売り切れましたと。で、一部エリアは残ってるんですけれども、まあ浦和サポーターの方が座るちょっと座席が用意できてないという状況でして、まあそんな中、今日再販がありました。で、その再販でチケットの値段、なんと大人1枚8000円。高い、びっくりした。高すぎるだろうと。いや、もうこれね、札幌サポーターは僕も思ってます。高すぎるだろうと。本当申し訳ない気持ちでいっぱいです、今。8000円まで上がっちゃうんだって思っちゃいましたね。じゃあなんで8000円になっちゃったのっていう説明をね、ちょっとこのコンサドーレが抱える問題と一緒にちょっと話していこうと思うんですけれども、まず一つが、コンサドーレの今の状況がやばいということ。二つ目がダイナミックプライシング、これの制度があるからっていうところになってくるんですけれども、まず、北海道コンサドーレ札幌はですね、もちろん営利団体です。非営利団体じゃないんで、利益を追求していく団体なんですけれども、5年連続で今赤字を叩き出しております。5年間の赤字ってさ、まあちょっとそれだけ聞いたらやばいじゃん。でもしょうがないんだよ。そう。で、債務超過っていうのを繰り返したり、まあ3年っていう期間があるんだけど、それだとJリーグのライセンス失ったりするんですけど、今はなんとなくなんとかなってるというか。でもしょうがないと。コロナもあったんでね。コロちゃんの影響でね、スポンサー収入もどのチームも減ったし、まず試合ね、興行収入とかも得られないし、まあそういう観点から赤字っていうのはしょうがないなとは思うんですけれども、5年連続はね、ちょっとさすがにサポーターとしても不安でいっぱいなんですけれども。じゃあその背景に何があるんだって言ったら、今のやっぱりコンサドーレの、パートナー企業、まあスポンサーがちょっと苦しい状況にあったりとか、まあ言っても北海道やっぱり観光資源っていうのも大事ですから、そこがスポンサーになってくれてるっていうところもありますし。で、それ以外のところで言うと、お客さんが入んないっていうところがね、本当に問題になってて。じゃあそれを解決しようっていうので、出てきたのが2個目の、ダイナミックプライシングっていうところになってきますと。これは今主流になってきちゃってんのかな。いろんなクラブでも採用されてまして、まあ、ざっくり言うと買う時によってチケットの値段が違うよってやつです。で、2023年にコンサドーレはもうこれ全試合やるよってなりました。これどうよ、嫌だよね、正直。嫌だよね、うん。僕らもアウェイチケット買うときに高くなってるみたいなことありますし、まあでもこれって世の流れで、まあ、ディズニーランドもね、そう平日安くして休日高く取ってとか、あとはね、LCC とか、ね、航空会社なんかも買うタイミングによってはなんか2倍するんだけどみたいなこともありますし、しょうがないのかなと思いつつも、まあ高いよね。高い。で、この影響なんじゃないかって言われてたんですよ、このチケット8000円っていうのは。まあもちろんそうですよ、最終戦でね、小野伸二選手の引退試合っていうこともありますし、かなり注目度が高くて、注目度が高いものに対してはやっぱり値段が上がっていくっていうのは当たり前のことですから。で、この値段設定っていうのもなんかビッグデータのその集計をもとにパー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 と機械がやってくれるみたいな、意図してはやってないですよっていうスタンスなんだけれども、はい、こっから本当に僕の主観になるんで、コンサドーレのとかじゃなく、本当にバティスタ TV のバティという人間の主観だと思って皆さん聞いてくださいね。もしかしたら、これ意図してちょっと値段跳ね上げたんじゃないかなんて言われてるわけですよ。
っていうのもですね、まあ言っても5000円でも高いじゃない。で、5000円で高いねなんて言ってたんですけれども、先日10月27日に、コンサドーレが最終戦のチケットで、まだ決済されてないチケットがありますと。で、その決済されてないチケット、なんか繰り返し繰り返し席を取って、確保しては金払わないで、確保しては金払わないでみたいな、ずーっとなんかとりあえず席確保する状態を保ってる人たちがいますっていうのを載せました。これが重要。再販の予定はありませんよってなんとなくこう書いちゃったんですよ。で、蓋開けてみたら10月31日再販しましたと。まあ再販したのはいいよと。値段が8000円で高めに設定されてるわけですよ。これをね、ダイナミックプライシングで値段が上がってるっていうのか、もしくは本当に払える人だけ払ってよっていう対策なのかっていうところなんですよ。まあ今この収録している10月31日段階では分かってないと。まあそりゃ浦和サポーターは怒りますわなと。まずここで僕が考えていたのはダイナミックプライシングで値段が上がったと思ってたんですけれども、もしかしたらそういう背景もあるかもしれないので、僕のね、あのツイッターでの、つぶやきというのは一部間違ってるところありました。本当にすいませんでした。まあでもしょうがないというかね、席確保して払わないでっていうそのもどかしい感じやってたら、まあ運営サイドもね、本当にこの数入るのかなとか不安になっちゃいますしね。まあ商売ですから計算合わないわけですから対策するっていうのは普通のことで、あとはまあチケットの転売とかあったから、まあ適正な価格をつけたら8000円ぐらいになったっていう、いやにしても高いよな。そしてそれと同時に僕がつぶやいたのがですね、コンサドーレと札幌ドームの関係についてです。もうこれはね、ちょっとあのブラックボックスみたいなところはあるんですけれども、まずこの2023年になって北海道コンサドーレ札幌のホームゲームほとんどもう1試合を除いて札幌ドームでやりますよっていう形になったんですけれども、カメラマン、はい、2023年札幌ドーム大きな変革がありました、はい、何かわかりますか。はい、日ハムが消えた。はい、そうですね、もう日ハムが消えたんですよ。今までこの札幌ドームっていうのはこの日ハムのまあこの興行収入というか、あとはこの広告費とか、まあ普通にプロ野球の試合やってたらバンバンね、あの広告も映りますし、そういうところからスポンサーを集めたりとか、あとはもう単純に日ハムに使用料払ってもらったりとかっていうので生計を立ててたんですけれども、まあそれが叶わなくなったと。じゃあそれに対して札幌ドーム側は、じゃあコンサドーレの試合でそこの黒字化目指しますなんて言ったんですけど、まあね、 J リーグの試合なんてルヴァン合わせても25試合ぐらいで、プロ野球は70試合80試合とかあるわけじゃないですか、うん、いやまあそれはちょっと補填できないよねっていうのが正直な話で、でね、日ハムが出てった理由っていうのもまあ皆さんご存知かもしれないんですけれども、まず使用料が高い、あとはグッズ売っても中抜きされる、飲食店好きなもの入れられないとか、あとはもうなんか人工芝がカチカチでどうのこうのみたいな、本当いろいろ理由があったんです。ざっくり言うと本当に儲けがなかったんですよ日ハムは。それでエスコンフィールド行ったんですけれども、まあ、コンサドーレもそれを考えたら同じじゃねっていうのは思っちゃってですね。まあ、ちょっと前の、サポーターズミーティングみたいなので、そこのなんか使用料云々については、特段、札幌ドーム側からなんか言われてないですよなんて言ってましたけど、まあ、十何年前の話ですし、日ハム亡き今、まあ、そこがどうなってるっていうのは、まあ、サポーターはわかんないですけど、まあ、少なからずね、このコンサドーレからもある程度の金額をこう、やっていかないとね、もう商売として成り立たないじゃないですか。だって札幌ドームはコンサート全然やってないんですよ。全部さ、他のところに持ってかれちゃってさ。っていう中で、このダイナミックブラッシングとかで、なんとか調整して2万人を超えないようにしてんじゃねえかっていう推測があります。っていうのも、札幌ドームのホームページ行ったらわかるんですけれども、使用料金みたいなものがあって、まず基本の使用料金。そこに、何を使います、これを使いますみたいなので上乗せしてって、重要なのが1万5000人もしくは2万人、それを超えた時、一人当たり432円ずついただきますと。一人ずつに、加算されて、じゃあプラス料金いただきますよっていうニュアンスなんですけど、これがあるからダイナミックプライシングを使って、なんとかなんとか2万人行くか行かないかのギリギリのところで、まあコンサドーレがある程度収益を得られるようにしてんじゃねえかなとは思ってたんですけど、まあぶっちゃけコンサドーレってそのチケット収入でなんか飯食ってるみたいなところはなくて、っていうことを考えたらなんかこの5期の赤字とかもちょっと関係してんじゃねえかなとは思いつつ、個人的には札幌ドーム本当にありがたいですよ。やっぱり夏でも涼しいさ、うん、雪降ってんのにポッカポカの室内で試合見れるんだって、そりゃすげえ環境だけれどもさ、いやにしてもね、ちょっとこういう話を聞いちゃうとなんかモヤモヤするなというか、
やっぱりサポーターとしてはその一定料金でいつでも行ける試合っていうのを望んでるんですけれども、まあ、チームの状況が状況とはいえ、やっぱりこの8000円とかっていうチケットのね話を聞いちゃうと、さてはお客さん消えちゃうんじゃないかななんて思ってる次第なんです。まあ、うまくまとめられてるかわからないんですけれども、僕がまあ今回の8000円っていうチケット代を見て最初に思ったのは、あ、やっぱりこう値段が変動するチケット価格っていうのはなんか良くないなというか、あとはやっぱりその札幌ドームとのその契約上どうなってるかわかんないですけど、3万人4万人ね、やっぱりお客さんいっぱいのところでやりたいじゃないですか、選手も。それを叶えてあげられないっていうのもなんかモヤモヤするなっていうような話でした。はい、だいぶ長く話しちゃいましたけれども、まあとりあえずあの X ツイッターでの僕の発言は、一部間違ってる部分がございましたので本当にすいませんでした。なんかね、3万5千人入るとだいたい1500万ぐらい札幌ドームに持ってかれるっていう話をしたんですけれども、まあ、もしかしたら合ってる、もしかしたら合ってるし、もしかしたらその半分ぐらいかもしれない、もしくはもうゼロかもしれない。で、これもう空想の話というか、もう証明するソースがないんで、ただ僕はまあいくらかは絶対に持ってかれてるだろうなとは思いますし、あとは普通に動員が多ければ警備員の数も増やさなきゃいけないし、いろいろ大変ですしね。だからまあお客さんをねたくさんスタジアムに入れたいっていう気持ちと、クラブの状況っていうのがねなかなか難しいなって思ってて、今まで黙ってたっていう、まあ今回を機に話してみたという動画になります。まあ長くつらつらと話してきましたけれどもね、ツイッターで軽率に言わないことね、最近皆さんもう言わなくても分かるでしょ、軽率に言わないのが一番ですから。言ってしまったんですか。まあちょっとソースが不十分というかね、しっかりとした証拠たるものがない状態でふんわりとした情報で話してしまったのは本当申し訳ないなと思います。すいませんでした。ちょっと以後気をつけますんで。ただエンターテイメントとして、まあ見ていただいた方はまあ楽しんでいただけたというか、まあそういうこともあるんだなと捉えていただいたら幸いです。さあということで、久々のおしゃべり会でございました。喉が疲れたんで終了します。チャンネル登録ぜひお願いします。ではまたね、バイバイ。